ニュースによると、ヒュンダイ自動車が1月25日発表した昨年の年間実績を見ると、収益性の指標である営業利益率が年々低くなっている。厳しい経営環境でも販売は維持しているが、それに比例して利益を残せないのだ。ヒュンダイ社は昨年年間93兆6490億ウォン、約9兆円の売上に5兆1935億ウォン、約5000億円の営業利益を記録した。売上高は前年比 1.8% 増加したが営業利益が 18.3% 減少し、営業利益率が 5.5% にとどまった。ヒュンダイ社の営業利益率は2011年 20.3% を記録した後、2012年 20.0%、2013年 9.5%、2014年 8.5%、2015年 6.9% と年々減少傾向にある。自動車部門だけを見れば状況はより深刻である。昨年自動車部門の営業利益率は 4.8% で、前年の 7.1% より 2.3 ポイント減少した。1000万ウォンの車1台を作ってせいぜい50万ウォンしか残せないわけだ。低収益性の原因は、世界的な景気低迷に行くほど競争が熾烈になり、車1台を売るためのコストが増加している。実際ヒュンダイ社は昨年インセンティブなどのマーケティング費用を前年より2460億ウォンより支出した。クジャヨナヤール担当常務は、車両1台あたりのインセンティブが毎年増加し、昨年米国の場合前年比 15% 増の3347ドルを記録した、と明らかにした。安定した収益基盤であった国内では輸入車と他の国内完成車メーカーの追撃を許し、販売は前年比 7.8% 減少した。昨年は特に長期ストライキで適時に市場に車を供給していなかったのはもちろん、企業イメージに打撃を受けた。米国と内需が難しいとき支えになってきたロシアとブラジルなどの新興市場は、低原油価格による景気低迷が長期化し、需要がまだ回復していなかった。ヒュンダイ社は収益性が高い SUV 販売拡大と製品競争力を強化した新車発売に成長動力を確保するという計画である。ヒュンダイ社は、継続的なミックス改善、ジェネシスブランド及びアイオニックを通じたブランド認知度向上は長期的に安定しており、収益を最大化することができる基盤を用意する、と明らかにした。ふふふ、財閥理事は数十数百億配当のご馳走をいただくという話だね。自動車価格を上げるという意味だね。役員のせいであるのか、笑い、むしろ労組の給料を減らして切った後、工場を自動化するのがより安く作れて。ヒュンダイ貴族労組が滅びてこそヒュンダイが生き返る。今内需要はゴミ部品で一体に満たしておいてどのように多く残したいのですか？そのゴミを買うお金はあるのか？正確な内容を継続的にコメントつけますね。ヒュンダイ車を運転しているがゴミとは甚だ不快ですね。グレンジャー HG3.0 がゴミという話は聞きたくありません。それで私はヒュンダイキア車は絶対に買いません。グレンジャー HG が誇りなのか。最近猫も杓子も叩く車が、シータ欠陥エンジンが入った車、ふふふ。絶対変わらないが絶対認めなくて、徐々に滅びていくんだな。自国民の財物を奪い取る企業が、笑い。再調査してみろ。中間でなくなっているお金はないのか。本当に50万ウォン残るのか。研究開発費にお金がかかっているのだろう。外国で損をして内需で回収。韓国でプラス150、米国でマイナス100、最終的には50、笑い。残るのが少ないとしながら、それでも車をまともに作るわけでもなく、結局内需で残して米国に与えるシステムだな。結局労組に与えて国民から金を受け取るシステム。ヒュンダイ社役職員の年俸を削減してこそ生きていけるようだ、笑い。編集所感。韓国国内のヒュンダイ社製造コストが高いことは有名である。コメントにあるように貴族労組と呼ばれる従業員の年俸が高額であるからだと言われている。生産効率という面では世界のヒュンダイ社工場の中で最悪だとも言われている。設備自体が古いというのもあるらしいが、さておき営業利益率 5% というのは決して低くはない。大体その程度だ。日本のメーカーも昨年度は 6% 程度である。ちなみにトヨタは 10%、 ホンダは 3% らしい。ここからは経営の問題であって、利益を上げるために様々な方策を検討しなければならないだろう。
単純にどこに工場を建ててどこに輸出するかであるが、ヒュンダイ社は米国に工場を建てるという。これはトランプ圧力に屈したわけではなく、以前から検討されていたようで、数ヶ月前に米国内の工場建設地を物色しているという報道があった。その時に彼らはメキシコには建てないのかと書いた覚えがある。米韓 FTA で関税がゼロなのに米国に工場を建てるとか、そりゃあ韓国国内で支持を得られないだろう。まあ輸送費分だけ安くはなるわけだが、国内に雇用を生み出さないという。営業利益率が下がっていることは間違いないが、ヒュンダイ社だけを見て騒がずに世界的にどうなのかを報じるべきだろう。ヒュンダイ社の利益率は高くはないが低すぎるというほどでもない。その中でヒュンダイ社特有の問題点がどこにあり、どう解決していくべきかを示さないと、ただ単に狭い視野で物を見てヒュンダイ社やばいと騒いで何になるのか。連合ニュースもたまにこういう形でゴミ記事を作る。タイトルで1000万ウォン売って利益が50万ウォンとまるで低利益率だと煽っただけで、調べてみればタイトルを見た印象ほどは悪くないという。チャンネルの登録をお願いいたします。パソコンの方は画面中央のボタンをクリック。スマートフォンの方は画面外のリンクから登録が可能です。